ライブ当日のルーティーン。あーなるほどね。マッチョマン体操。マッチョマッチョメン。違うんですよ。せーの、チクチク。ライブラッシュ。ありがとうございます。 YouTube にはですね、いろんなルーティン動画がありますね。そこですね、今回はあるシチュエーションの僕たちなにわ男子のそれぞれのルーティンを僕で紹介していきたいと思います。はい、題して僕たちのルーティン教えちゃいます。朝モーニングルーティンですね。こういうことしますみたいなのあったりしますか？これ味噌汁飲むんですよ。朝大体、はい、マジで味噌汁から1日始まるんです。お湯沸かすってこと？マジで沸かす。マジか。毎回一緒に、例えばさ、わかめ。今のはフグとドルブロ。フグとドルブロ、高級味噌汁。めっちゃいいやつ。他に何かありますか？なんかこれ、僕いつもストレッチしてますよ。ヨガマット引いて、ちゃんと全部ストレッチして、あとは何だよ、何ほどストレッチって。ストレッチ、ストレッチ、ストレッチありましたか？ストレッチって、そういうのじゃない。あとは、なんかブルブル、なんか震えるやつ。はいはいはい。それは、あの筋膜ローラーでお腹当てたりとか。ああ、この後何も言われへんバッサリ切られるから。同じ話もう一回お願いします。全然そうや、なんか後でな。それでは早速参りましょう。スタート。イエイ。まず最初のシチュエーションはこちら。ライブ当日のルーティーン。ああなるほどね。です。これは絶対してるっていうことなんですし。それでいい。できた。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。さあ、皆さんお聞きになられたでしょうか？はい、じゃあまずジョー君から見ていきましょうか。はい、こちら、はい、野球のユニフォームに着替える。おお、これイメージ強いわ。公園の都市の、例えば北海道やったら日ハムのユニフォーム着たり、うん、横浜やと DeNA とか、うん、そういうのが着てるから、 DVD とかになると一瞬、あ、これどこかなってなるやんか。俺のね、リハビリ見たら大体わかる。なるほどな。今ここいんねんなって合わせてくれてるから。そうそうそう。しかもさ、スタッフさんも来てない。なんか野球好きが多いのよ。で、そうそう、リハの時に行ったらお互い、あっち立ってくださいよ、立浪の現役のユニフォームじゃないですかっていうのそう来たって。それこそ大阪城の時とかってさ、あの阪神の人とオリックスの人に分かれたわけやん。勝手に関西ダービー始まってた。あったあった。おもろいな。で、続きまして、ケント。はい、僕こちらですね。マッチョマン体操。おお、僕から始めたルーティンじゃないんですよ。これやってたね。これジョー君が、あれ、よくやってる。なんか、そのマッチョマンのダンスを一緒にしろって。うん、いや、しなかったら絶対言われるんですよ。で、こうそのまま続けてたらルーティンだ。なるほど。え、ちなみにどういう体操でしたっけ、それ？その中でずっとマッチョマッチョメン。これでいいです。これ一生やってるってね。これはあのメイクしてて途中で流れる。そう、 A、B、メロを普通にメイクするんだ。サビだったらメイクバーンやってたね。これが僕らのルーティン。横割りでやってんの見てたわ。どんなにメイクが途中でもここにファンデーションがべっとりついててもしないといけないから。それがね、そう、しないですよ。すごい、ボソッてボソッと4ヶ月間にちょっとやった。今回よろしくな。え、俺もやるの？メイク隣の3人で。じゃあ続きまして、はい、俺は順番に書きましたね。お、はい、まずこちら会場入り、そして朝ごはん食べます。で、サウンドチェック前にステージに行きストレッチをする。うん、その後、本番直前準備してから、準備が早く終わればコーヒーで。マジ？まずあれね、チーズ通せな、絶対よう食べてるよな。食べてる。逆転男子で作って、作ってたね。作ったんか。それを食べてますね。おー、で、そこからこうサウンドチェックでステージの2階でストレッチします。やっぱそれは2階っていうのが肝なんですか？まあ1階だとね、ちょっとこう、なんていうか、ちょっと邪魔になったりするかもしれないから、2階で邪魔にならないようにやってますね。はい、で、そこから、終わった後、本番の準備をして、うん、準備が終わったら、コーヒー。いいね。はい、すごい細かく。細かく。いいです。はい。じゃあ続きまして、私、こちら、どうぞ。
シャワーメイクすぐに着替える。まあほんまや、まあ、リハーサルが終わりまして、うん、シャワー浴びます。でここでメイクするんですけど、僕のこだわりは髪の毛を濡れたまま顔を塗る。あー確かに顔を塗ってで髪の毛乾かしてから、ヘアセットする。それはちょっとこだわりかも。あれアンモナイトみたいな。あれな、あれで一生使ってる、ね、アンモナイト、アンモナイトドライヤーね。あれハッスンとマサカドからもらったやつ。何年前ですか。あれ何年前、あれなんか5年前ぐらいじゃない。何年前めっちゃ使ってるよね。すげえな、愛用してる。あれ使ってヘアセットしてからで、ここもちょっとこだわりかな。すぐに着替える。あ、楽屋に衣装をこう持ってきてくださるようになったじゃないですか。そうですね。来た瞬間着替えてで待ってるっていう感じかな、僕のルーティン。これじゃあ続きまして、リズ。はい、僕は水めっちゃ飲む。おお、やっぱ汗かくからさ。そっか、俺ら夏にコンサート置いたら、ね、より汗かくのよ。そうね、で1本飲むようにしてること。 50ml、 500ml。 500ml は少ない。500ml 飲むようにしてること。あとはもうだから ほぼサウンドチェック前とかもボサボサのまま来たりするから。あーそうですね。でもなんかドキュメンタリーとかちゃんと入ってる時だけちょっと見ましたとか。いやーで1回リーズやばかったよ、飛行機みたい、雲の上飛ぶ飛行機みたいな寝癖ついちゃうんです。かわいい。それであれか会場まで行く。かわいい。それで会場まで行く。センターツアー撮る時もキャストロみたいに、いやーかわいい。これなんてまんまお前ら拍手してへんかった、島から言うぞ。僕もそうですね。僕ゲームのログインボーナスも別にですね。優勝。天才よ。やっぱ天才よ。それさもさ、ライブ当日とか関係ないよ。優勝やろ。毎日やん。ログインボーナスっていいな。やばい。ミスった。強兵タイミングで水飲むんじゃなかった。とりあえず。なんか一番すごい納得できた。15年ぐらいだったよ。15年やったらもうあの入賞歴超えてる。じゃあ続きまして、ハス。僕も流れで書きました。まあ、はい。まずストレッチついてから、うん、で、あのコンサート映像めちゃめちゃあるの。おお。自分たちもそうやけど、違う人のコンサート映像を見てちょっと高ぶってる、見てる。そう、めっちゃなんかめっちゃかっこいいなとか、これあちょっと取り入れようかなとか考えたり、あとはお風呂入ってそのお風呂中に発声練習する。あ、しやっぱ水蒸気があるから喉痛めにくいっていうのもあって、そこで発声練習して、まあメイク＆髪の毛＆歯ブラシで行ってきます。行ってきます。夜公演終わったと思ったらもう次さ夜公演の準備しだして。そう。その昼公演待って夜公演やるときに、あの入る組と入らん組よりやん。なんか全部総特会する人と、うん、あんまり総特会しないけどシャワー浴びるみたいな。もう全部洗うよね。でもだって大橋くんさ本番中にメイク落としてるもんな。汗でな。汗でメイク落としてるから。汗でほんまに MC 中ほんまに全部取れるから。セクレンジング。セクレンジング。ハッスンちょっと遅いよね。遅い。てか俺もう全部やるから、もう全部洗うよね。大変じゃない。しんどないと思っちゃう。え、しんどい。なんか時間に追われるから。そう。やけど、やらないとほんまにムズムズしちゃうから。1個でもかけたら。そう、1個でもかけたらムズムズ。だから、初日とかってさ、初日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 初写真とか撮ったりする。やけどやっぱお風呂入られへん時間的に。30分しかないで。やけど入っちゃう。ちょっとでもやっちゃうかな。いいじゃないですか。続いてのはこちら。何も予定がない休日のルーティン。おお、なるほどです。何も予定がない。オフやろ。だからオフの日のルーティンって難しい。オフの日のルーティンをこの、うん、あっ、はい。さあ、皆さん書けたでしょうか。はい。じゃあ、発信から行きましょう。じゃじゃん。散髪、整体、エステ、ご飯。あー、うわー、すごい詰め込むね。絶対これ、ほんまに、うん、休みの日は、もう東京で過ごすとなったらこれ。美容針があって、エステ。あ、でも、あの逆の時もある。全然、あんまり気にしてないから。急にできたオフの日でも、これ。
もう絶対これ、だから自分のメンテナンスに行っちゃうな。じゃあオフの日はもう基本これ。これもう大体これ2日連続休みやっても2日ともそれ。3発それ、3発それ2日連続あったら俺大阪帰っちゃう。ああ、オフでやけどこの4つ入れるってすごいですね。すごいな、忙しいな。じゃあ続きまして、今日で僕はそうです、目指せ1日で新しいゲームおージャンルはゲームも格ゲームも最近やってるし、あの格闘ゲーム、格闘ゲーム何時間ぐらいしてるじゃん。やめなさいとかなんかそういうあれがないから24時間いけちゃう。マジで寝ると気づいたら、気づいたらもう日が昇って。え、最近どういうゲームしたの最近やった。だからその格ゲーとか最近、一番最近のやつです。一番最近最近昨日格ゲーでした。あ、昨日格格ゲーのことを、お前さんを格っていうのをやってます。格、格、格、格的に言うな。じゃあ続きまして、リセ、はい、僕は東京駅に行く。おお、僕できたら基本旅しちゃうタイプで。なるほど、そういうこと。なんかこう家で休むとか、そのもちろんビュース行く時もあるけど、そういうのはなんかちょっと仕事の一環な感じがしちゃうから。でもなかなかさ、こう1週間前とかにオフ分かるとかってないやん、うん、撮影でも撮休が急に決まるとかね。そういう時はほんまにまず行き先決めずに朝起きてから東京駅行って電光掲示板見て行き先決める。へー、だから前日に決めへんね。そうだからなんかこう目的地にこの用事があるというよりかは新幹線乗りたいみたいな。あ、なるほど、すごいな。最近乗ったこう新幹線、最近ははやぶさ乗った。おで、グランクラスっていうのに。あ、出た。当日でも行ける。うん、行ける行ける。はい、乗って料理が出てくる。それはやっぱ豪華なの。そう、なんかまあなんかちょっとした軽食やけど、出てきて和と洋を選べたり。それで飲み物も飲み放題。ちょすみません、ちょっと本当すみません。和と洋ですよね。ビーフ&チキンないのよ。すみません。しかもビーフオアチキン。あ、なんでアンドレス。おい、贅沢すぎ。ビーフオアチキンや。それなんでどこ行った。仙台行った。あ、仙台。いや、ユナ食べた。ユナ食べんかった。食べたね。伸ばしてよ。伸ばすわ。仙台。なんかまあ仙台ってなんかどっか行ったの。仙台行って、なんか友達がおすすめしてた、なんかこう。スイーツ屋さんがあったから、そこ行ったりとか、あとはその仙台市場行って魚買ったりとか、いちご買って次の日こうドラマに差し入れ買ったりとかみたいなぐらい。ドラマ中に行ってたんですか。だからもう大体そういう日って朝から行ってもう夕方の5時ぐらいに帰ってきちゃうんで、やることなくなっちゃって。日を手前よ。じゃあ続きまして、私にしたらこちらです。家電。おー、家電。もうこれですね。それがルーティン。家電休みがない。マジでね。もう家でひたすらダラダラしてる。何するの家で。そのダラダラは何してるの。 YouTube 見てる。全然この YouTube とかを見たりする。で、それでコメント欄見てる。あー、コメント欄見て、あ、なんかこういったコメントくれてんや、嬉しいなと思ったりとか。お気に入りの回は最近面白かったの。あらら、機械島。うわー、機械島だ。あれマジで、猿見るために笑う。猿マジで面白い。あれなんかね、やっぱ猿が出てくるシーンはなんかちょっと、戻しちゃう。ちょっと待って。なるほど、俺も好きやね。撮れるじゃん、これ猿が映ってて、これあれで映画見てるって。映画まず意味わからんもんね。意味わからん。いい経験させた。あれは楽しかった。しのかったな。あれとかはすごいやっぱ見たりするから、だからほんまに外に出ようと思わない。ご飯、ご飯デリバリーか、あとは家にある食材で作る。へー、今度家で食べさせてもらおう。はい。はい。最近なんか何作ったか聞こうか。最近何作ったんですか。おやもん。おえー。お前お前たくさんだからって言って相づちの相場に入れる。無理よ。なんだ。マジで。全然動かせない。なんだ。じゃあ続きまして、みち。僕は映画を見に行きます。おお。いいね。なんか家ってさ。
俺集中して見られへん時があるから、おうおうおう、映画館やったらお金も払ってるし、あ絶対見ないといけないという使命感があるから、分かる、だから全部見ちゃうから、うん、もうわざと映画館に行くように映画が見たくなったらしい、しかもやっぱり大スクリーンでこう見るやっぱちゃうよな、スタンドもね、そうでさ、あれプレミアボックス収みたいな、あ、どんな感じなん、なんか荷物置けるスペースがあって、あその隣に2席分ぐらい、そう2席分かわからん思ったけどごめん、うん、ソファーがあって、うん、ソファーがいいやん、そして広々できんねん、そうそうそう、隣のそのなんていうの視界がもうないから隣が見えへんから、いいなー、いや、見たニヤニヤしてるのも見られへんねん、見られへん、見たいな、それ重要あるか、いやいやいや、だからいつもたまにニヤニヤしてる時はね、早めに俺ら 1.5 倍速で喋ってるよ最近何見たんですか、最近はね、結構めちゃめちゃ見たんな、東京リベンジ、あー面白かった、面白かったですよ、いいね、かっこよかったです、皆さん、うん、で続きまして、はい、続いて僕、とりあえず友達に連絡します。おお、確かにそうか、どんな感じで、いや、どんな感じでして、してして、お会いしたい、あ、どこある、はい、こっち系、こっち系、どこある最近お会いしてみられたの、もしもし、何してんのっていうの言ってるらしい、俺、あ、あ、言った言った、俺それ、いやもう、標準語やん、言ってたやつ、うわぁ、きつっと、きつっと、東京の友達、あ、東京の友達、あ、なるほど、とりあえず連絡して、でそこから何するか決めます、とりあえず会うことだけ決めんねや、はい、で、何するか、そなんやろ、この前は最近一緒にスケボー見に行ったり、あ、スケボー見に行くの、2日連続でオフがあったんで、あ、そうなんや、あの、韓国行きました、え友達に連絡して、お、韓国行くや、何してんのって、何してんの、何してんの、何してんの、俺オフ2日続きなんだけど、うん、何する、韓国行こうよ、いや行こう、マジですげえな、ね、貴族のプライベートだよ行こう行こうなの、すげえな、そんな談話できるもんね、土産もらった、いや、だから思ったのよ俺の韓国土産で韓国一緒やってください、いや、あれあれ、大量の、お願いします、大量の韓国のりおじさん、はい、どうぞどうぞ、あ、でももうすごい、のりの感覚やからさ、でもね、それ韓国のりの感覚やから、いやー、ラストジョブ、はい、僕はオリックス今日どこで何時から試合か調べる、おおこれはシンプルにも、あ、オフですって言って、あ、明日オフなんですかって言ってもすぐ調べて、あ、行けると思ったらもう行く、おお、どこへったら行けるなって思う、新幹線で行けたりするところは行く、だから北は、うん、北海道はやっぱ新幹線じゃない、うん、無理やから、飛行機じゃないと無理やから仙台まで、あー、北は仙台まで、で、まあオリックスパリーグやから、まあ大阪までかな、大阪までか、そうですよ、で、こういろいろシャイキュン、え、移動機の飛行機やってなかったら、もうやってへんわってめっちゃテンション下がる、あ、そうなんだ、テンション下がって気づいたらもう火落ちてる、で、気づいたらミッチーと焼肉行ってそう、ミッチーと焼肉2日に1回ぐらい誘ってんだ、焼肉いや、あの、行きたいところああ、焼肉あ、全部 URL 送ってて、ここ、美味しそうですねちょっと、ミッチー入りますよいや、違う、ジョークも送ってくかわいい、ここ、うまそうって一回ご飯行くやんか、行って美味しかった、ありがとうございましたみたいなと、次の予約入るんですよ皆さん、ありますか、ご飯行って、その日ぐらいやるのね、それほど楽しかったよね、センスパンだよ、ジョークさ、もう絶対さ、空き時間あったらさ、ダゾーン見てるよ、もう見てるすぐやん、ずっと野球見てる、野球やな、この間 5対0で、めっちゃテンション上がってて、4-5-0や、これいったわみたいなのを切ってた、それで俺の友達と電話するとき、行っちゃうときあるけどさ、ジョークもオリックス勝ってたら生きる、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 なんか自分勝ってるみたいな、そうそうそう、生きる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 、生きもう一つぐらい行きますか、もう一つはこちら、長期旅行のルーティン、うーわー、長期旅行、長期旅行行かんからな、マジでさあ、うん、じゃあ僕からは参りたいと思います、長期旅行のルーティン、こちらです、YouTube のオフライン動画で、ヒーリング音楽を聴く、何それ、あの皆さん YouTube にはあの YouTube プレミアムって言って、はい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 、あの動画を保存できるサービスがあるんですよ、で僕その会員で、でも僕あの結構気圧とかが嫌で、うん、ノイズキャンセリングのイヤホンつけて、なんか睡眠の質高めるようなヒーリング音楽を聴きながら寝てる、あ、確かに飛行機、なんかロケとかもそうかも、なんか飛行機乗るときは絶対これ、うん、マジでおすすめ、俺らさ飛行機の中でよくドラえもんの映画見てる人多くない、あー、あー見てるわ、見る見る、
なんか見てる人多いから、うん、たまに自分が見始めるの遅かったら横でちゃんとネタバレするんだよ、数秒後確かにな、あるある。続きまして、みち。あ、でもちょっと似てるかもね。サブスクでドラマをダウンロードする。おお。飛行機に乗るときとかは、そのやっぱり嫌いモードにしないといけないから、サブスクで事前にあの家とかで見たいドラマをこうダウンロードしておいて、うん、で飛行機ながら見る。わあ、いいやん。最近どんなドラマ見てるんですか？ラブロマンスかな。おお。僕も見てますよ今、ラブロマンス。お、そうですか。カントラです。はい、僕カントラです。あ、一緒、あんま一緒かもしれない。せーの、理由、あ、ダメ、忘れた、お前すごい、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 ほんまに見てるのこの人めっちゃ楽屋のトーンやな、これ。うん、あ、忘れた。じゃあ続きまして、僕ですか。一つ、二つあって、一つは写真を撮る。あ、向こうのスニーカーショップに行く。はい、まず写真を撮るのは、うん、そのフィルムカメラを持っていく時もあれば、うん、まあ、持っていかなくて携帯で撮る時もありますけど、うん、なんか思い出としていっぱい写真を撮っていくのがルーティンの一つかな。おお、最近撮ったお気に入りの写真があります。最近はね、それこそ韓国に行った時に、うん、僕が好きなスニーカーブランドの、お、あの、でっかいこう壁紙があって、そこでこう写真を撮った。うわー、楽しんでるわ。楽しんでんな。ずっと記念に置いてるんですけど。いいね。あと向こうのスニーカーショップで、それこそ違う地方に行ったりしたら値段ってちょっと変わってたりするから、それでも面白いし、安くなってたら買おうとか、そういうので楽しんでますね。じゃあ、はい、YouTube でその行き先ですね、の一人旅動画を見る。おお、 Vlog みたいな、予習みたいな、予習する。てか、なんかやっぱ一人旅っていうのがいい。この人一人でこういうとこ行ったんやとか、うん、あと一人やと入りやすいですよとか、はい、いうのを全部言ってくれるから。なるほどね。そう、それで結構参考にして、うん、僕は正月そのシドニーには行きました。それいいね。めっちゃいい。口はためになるよ。向こうの人にさ、道聞いたって言ってたから。はい、聞いた。なんか水族館聞いた。水族館聞いた。なんで聞いたんだっけ。メニーメニーフィッシュビルディング。メニーメニーフィッシュビルディング。ビルディング、ビルディング。アクアリウムって出てくる。出てくるよ、アクアリウム。あ、でも確かプラネタリウムぐらいやった。全然違う。プラネタリウム全然違う。全然違う。全然違う。海外旅行行ってほしい。行ってほしいよ、それ。奇跡的にたどり着くかもしれない。水族館に来るつもりがプランタリウムに来ました。全部行き先違うよ。それ楽しみですね。そうですね。そうよね。はい。僕は、ピッキングの時です。パンツって呼ばれる。ピッキングは、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 あなたがピッキングするんですか。自分で反対言うないし。反対ですよ。バッキングね。バッキングね。泥棒やん。バッキングの時にあのパンツの数を数える。泥棒やん。バッキングや。お前にしたい泥棒やん。お前にしたい。ツアー中に1回はね。お前どんだけパンツ持ってんの。すごいやん。じゃあねってば、これですね、数えてます。じゃあ次はじゃあ、この次は別に日本はしょうがない。携帯、財布、その他は現地調達。おお。荷物ない方がいいので、うん、で行ったところで買って、うん、じゃあ7号、携帯と財布しか持ってないし、 その財布も帽子の中に入れて、帽子の中バッグみたいになってる。最近びっくりしたのがさ、恭平がさ、カーゴパンツ履いてて、うん、彼、あの、ここに財布入れてて、お前さ、軍隊やばない、ちゃんと使ってるやん。で、財布取りにこうやってね、ダッセ。財布、家の鍵、携帯、バッテリーダボダボや。全体財布上やろ、お前。しかも、皮持った方が早い。でも、分かるよ、その手ぶら精神。そう、どこまで詰めれるか。そう、ないのがいいやん。だから、うん、まあ、そのだからもう袖もないやん。そう、袖もないのがいい。通気性抜群ない。通気性でもないやん。何言うの、
性通気性抜群がいい。だから今の決め台詞言えるな。通気性抜群がいい。マジでこれアップされた時見てほんま。バーンに出さないから。通気性抜群。通気性抜群。自分で表現してた通気性を。テラスト。はい。僕はこちら。肉かラーメンを絶対食べる。おーですね。やっぱなんかご当地の何々牛とかさ、何々豚とかもあるわけやん。そういうの絶対食べるかもね。食べ物はいいよね。グルメはいいの、その土地ならではのものをさ、うん、食べるっていい。でちょっと写真とか撮ってなんか思い出思い出と思してる。でなんかこう、あ、これ食べたなみたいな、美味しかったなっていうのある。米沢に一人で行った山形県、 YouTube でも見たりしてたよね。米沢ラーメンっていうのがあって、一人で食べてんよ。めっちゃ美味しかった。縮れ麺みたいな感じ。あ、いいな。で、なんかちょっと立ち寄って見つけたお店とかに入るのが好きだった。とかサイトとか見ずに。あー、だからあるところのっぽいやみたいな感じで。とか駅員さんに聞いたりとか。あー、そうかな。様々なルーティンをね、はい、話してきましたけども、いかがでしたか、はい、みんなのルーティン、あ、こういうことしてるんだなっていうか、うん、なんか、あ、確かに寝てるけど、あ、ヒーリングミュージック聞いてたんやとか、そう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 、中身を深く知れたんで、シャドルこの前上に言ってんやろ。楽しかったです。うん、よかったですね。何ほどの皆さん、ぜひともですね、今回のシチュエーションでの、皆さんのルーティンがありましたら、コメント欄でお書きください。はい、どうぞ、見ていただきたいと思います。お願いします。ということで、以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、パンツもよろしく。毎朝絶対ブローするやん、うん、ブロー家でしてきてから、そで仕事までもするやん。そう、あれは意味はあるんですか。髪ってボッソボソなの。お風呂前だから2時間前で、めちゃくちゃ早い仕事の時とかあるやん、なんか4時集合とか、うん、ちゃんと2時間前で、まあまあすごいしんどない。俺それルーティーンやん。もうルーティーン。